石垣島ラー油、石垣島ラー油は、沖縄県石垣市石垣島のみで製造されている、具材を食べるタイプのラー油である。2000年に販売が開始された。石垣島在住の夫婦が、具材を食べるタイプのラー油を開発し、2000年、石垣島にて開催されたイベントで販売したのが、始まりである。以来、好評を博し、石垣島にてその夫婦が営む店で作られることと、 なった。販売は、石垣市内にある石垣島ラー油工房、和下、ショップ、日本各地の小売店での小売のほか、日本全国向けに通信販売が行われている。日本全国に愛好者がいるが、生産量と販売店の少なさから、幻のラー油とも呼ばれている。本品が登場して以降、八重山諸島では、黒米や塩といった郷土の特産品が、 次々と商品化された。八重山諸島を含む沖縄の特産品業界が支持を集める石垣島ラー油に刺激を受けて活性化している。また、本品が人気を博したことがきっかけとなって、ラー油市場が2000年代中盤以降に規模拡大傾向となっている。また妻、愛理さんの著書、ペンギン夫婦が作った石垣島ラー油の話を原案とした映画、 ペンギン夫婦の作り方が2012年に公開され、石垣島ラー油の誕生などが描かれている。唐辛子、石垣の塩、島唐辛子、ピパーチ、春秋ウコン、黒砂糖、ニンニク、白ごま、黒豆、山椒、植物油を原材料とする。辛味を抑えたまろやかな味と一般的なラー油とは違って多くの具材が沈殿している点。 その具量を食材として使う点などが特徴的である。2010年7月12日にはペンギン食堂が監修したポテトチップス石垣島ラー油味がカルビーからコンビニエンスストア限定で発売された。これは石垣島ラー油を使用したものではなく石垣島ラー油に含まれる島唐辛子石垣の塩ピパーチウコン黒砂糖ニンニクゴマ 山椒、味噌、オリーブオイルの10種類の素材を使用して、石垣島ラー油の味を再現しつつ、ポテトチップスに合うように調整したものである。ありがとうございます。